この写真を見てくださいとても豪華なメンバーが並んでいます幕府を倒すところから明治維新までその中心人物になっていた薩摩藩の大久保利通そして長州藩の木戸孝吉さらには初代内閣総理大臣になった伊藤博文がいますそしてこれは今まで出てきていなかったけど真ん中の人物この人物だけ着物和服です 岩倉具視と書いて友見と読みます。この人は公家つまり朝廷に仕えていた人物です。幕府を倒すところから明治の改革まで、やっぱり朝廷の方にもそれぞれの藩だけじゃなくて、朝廷の方にも優秀な人物がいる必要がありました。その朝廷側の改革のリーダーだったのがこの岩倉友見さんです。 そして教科書とかにはちょっと載ってないけどこの人は佐賀藩の山口直義という人ですこの人も明治政府の中で活躍をした人物ですこの写真は何かというと下に書いてあるとおり岩倉使節団と呼ばれたグループの写真になっています i w 使節団 この岩倉智美さんの名前から来てるんやけどこの人が中心になって約100年ぐらいの人たちがヨーロッパに行きましたヨーロッパに行ってヨーロッパの国の仕組みや文化技術というのを学んできたんです明治時代になってから学んできたんですそしてこうしたヨーロッパの国のやり方とか技術を学んだ人たちが中心になってさらに明治時代の改革は進んでいきますその時の 改革のキーワードになっていたのがこの3つの言葉です。富国強兵食産工業文明開化の3つです。今回の動画ではこの3つのキーワードに沿って引き続き明治維新というのを見ていきたいと思います。まずは富国強兵です。富国強兵ってどういう意味かというとそんなに難しくないです。漢字の通りの意味です。 とというのははこれむね訓読みするとちょっと難しいけど豊かなという意味です。なので国を豊かにして兵を強くしていこうというのが富国強兵の意味です。日本の経済を発展させ強い軍隊を作ろうということになります。それじゃあ具体的にどういう政策をしていったかというと。 これまでの武士たちによる軍というのはなくなっているので新しく明治の軍を作る必要がありますそのために日本というのは徴兵制を始めました徴兵制つまり兵士になりたい人といって募集をするんじゃなくて全員強制的に兵士になると軍隊に入るという義務を作ったんです徴兵令というのを出して 20歳以上の男子は3年間軍隊に入りますというルールにしました。うん、そしてもう1つ、これは強兵の方やけど、国を豊かにしていくために改革をします。何の改革をするかというと、政府に入ってくるお金、つまり税金の改革です。江戸時代その税が 年貢が入ってくるのがなかなかうまくいかなくて江戸時代というのは江戸幕府はお金に苦しんだ財政に苦しんだよねなのでそこを変えていこうとしましたこの取り組みのことを地祖改正と言います改正というのは正しくする改めるということですじゃあ地祖って何かっていうと祖というのはこれ税金のことですつまり地祖というのは土地に関する税金のことです 具体的にどう変えたかというと大きくポイントは2つです。まず1つ目は税ののの基準を農作物の取れ高から土地の値段に変更しましまた。これはどういうことかというと例えば江戸時代はこれぐらいの大きさの土地がありました 1R の土地がありましたそこから納められる税金年貢っていうのは年によって変わっていましたよね江戸時代は。 たくさん農作物が取れた時は多いけどあんまり取れない時は少なかったですそうすると幕府の収入っていうのは不安定になってましたんやねなのでそこを変えましたえっと明治政府ではこの 1R の土地の値段を例えば100円としましょう100円と。 この100円というのを基準に税を納めさせました。なので、農作物がたくさん取れた時も少なかった時も100円という。この値段を基準にして税を納めさせるようにし,ましたんです。ま、そうすると政府の収入が入ってくるお金は安定するよね。これは1つ目え、そして2つ目は米の仏道ではなく、物で納めるんではなく、お金で納めさせるようにしました。 江戸時代というのは物のお米を納めさせていたので、このお米の値段が変わってしまうとなかなか幕府というのはお金を稼ぐことができません。米は値段が変わるからね。それが毎年このお金で納めさせるようになると米の値段に関係なく政府の収入は安定するようになります。まあこういうことをしていたんです。地租改正によって政府の収入というのは安定するようになりました。 そして3つ目これは富国に関係する部分やけどこれがさっき話した食産工業です。食産の食を気をつけてください植物の食気変ではないですよ食産工業ですじゃあこの食産工業はどういう意味かというとこれも漢字の通りです産業を食というのは植えつけると入れるという意味です工業は業 仕事なりすので食産工業は外国の技術を取り入れて産業を発展させることこれを言います新しい産業をどんどん外国の技術を使って取り入れましたいろんなとこに工場を建てましたその中でも特に有名なのが群馬県に建てられた 富岡製糸場という工場です。これは世界遺産にもなっています。製糸場なので糸を作る工場になってます当時の日本の大きい輸出品はキートと呼ばれるものでした。わかるかな？キートっていうのはま糸やねんけど、蚕と呼ばれるま虫から取れる糸です。そして、この生糸からみんなも知っている絹というのが作られます。 これシルクです,これが作られます。その生糸というものをうまく作るものとして工場を建てたわけです。機械を取り入れた粉工場を建てました。群馬県に作りました。でこの写真を見てみてください。どんな人がこの機械の前に並んでいるでしょうわかるかな真ん中の2人は男の人のようやけどここに並んでいるのは実は女性なんです。 こうした女性たちを集めて工場を作って新しい産業を起こすということもしていました富国共兵食産工業を進めていきますそしてもう一つのキーワードを覚えてるかな文明開化でした文明開化はもうこの絵の通りです 人々の生活、街並みというのも欧米の文化が入ってくること、文化や技術が入ってくることで大きく変わっていったんです。どんなところ、これまでの江戸時代の写真とか絵とかとは違いがあるかな。全然違うよね。まず建物が違います。こんな建物、江戸時代にはありませんでした。洋風の建物というのが都市には作られました。 もちろん田舎の方というのはこれまでとは変わらないけど東京や大阪などの大都市ではこういう町並みが広がるようになった他に気づくことはあるかなうんまあ道路もきれいに整備されていてきれいに整備されるおかげでこの馬車というのも走るようになったこれまでのような人力車もあるけど馬車というのはこれまでなかったものです他にはあるかなうん ガス灯というのがあります。今ですると当たり前かもしれんけどこの町の通りに街灯道に沿って明かりがあるんやね当時のこの明かりというのはガスを使ったガス灯と読まれるいうものでしたあとにはここにもランプがあるかなガス灯やランプとかも普及をしていた広がっていったんです人々の生活も大きく変わっていくことになりました こういうふうに西洋の文明が入ってきて日本の制度や生活様式生活の仕方ということです生活スタイルが変わることを文明開化といったんです文明が開いていくというようなことでねランプやガスと馬車や洋風の建物などが広がりましたそしてこのイラストからはわからないけど絵からわからないけど郵便制度というのが始まりました これは最初は東京、京都、大阪の間をつなぐものとして郵便が始まりました。えさらには新橋、横浜間新橋というのは今東京都にあります新橋、横浜間にも鉄道が開通します。初めて電車というものが通ったんですさらに人々のま文化とか教育のレベルも変わっていきます。 みんな今小学校に行くっていうのが当たり前義務教育になっていると思うんやけど6歳以上の子供は小学校で教育を受けますというふうになりました。これを学生と言います。学校の制度で学生と言います。それまでは江戸時代寺子屋っていうのはあったんやけど絶対寺子屋に行かなあかんということではなかったよね。けどこの学生が敷かれて基本的に全ての6歳以上の子供は小学校で教育を受けるということになりました。 さらに今みんな月火水木金土日当たり前になっていると思うんやけどそれは江戸時代が終わった明治になってからのことです。それまで使われていた太陰暦というものから太陽をもとにした暦カレンダーの太陽暦に変わって1週間が7日とかっていうのも定められたのもこのころです。 さらに新聞や雑誌が発刊されたりこんなベストセラーになるような本とかっていうのも出てきました1万円札のイラストになっている福沢諭吉知ってるかなこの人の書いた学問のすすめというような本は日本でベストセラーになりました福沢諭吉はこの人物です見たことがあるよね まこういうふうに人々の生活というのも変わっていったんです。外国に開かれる開国をすることで、富国強兵、食産工業、文明開化というものを新しい明治政府は力強く進めていきました。